シーカの午後について、岸田邦夫。私がシーカの朗読について考え始めたのは、随分久しい前からである。日本人はシーカを愛する国民として、他のいかなる国民にも劣らないのに、そのシーカの精神が近頃どういうものか、我々の日常生活から、我々の共同の仕事から、そして、 我々の公の行動から消え失せようとしている。万葉の昔からシーカこそ日本人の心と心とをつなぎ、情熱をあふり、勇気を借り立て、現実に夢を、声なき者に命を与えてきたのである。事変以来、戦線に15に歌読む人の数は目立って増えているし、中には終作も少なくないけれども、それさえまだ、 国民全体に十分親しまれていない。歌は歌読む人のために作られ、印刷せられ、発表されているに過ぎぬからである。明治以来の詩についても同じことが言える。新大詩といえば、西欧の詩の系統を引いたもののように思われているが、実はそれは時代の風潮がそう思わせただけで、多くの名作と称せられるものは等しく、 日本人の心が歌われていないものはなく、今なお我々の魂を強く打つ力を持っているのに、それらは一部人種の趣味を満たすに過ぎないありさまである。私はこれらの民族的死以が一層広く民衆の間に伝わり、勤労の余暇に、集会の場に、あるいは独居の連れ連れに口ずさまれるというふうになれば、 シーカの精神は、おのずから生活の隅々に流れて、国民の一人一人が、自らのおおらかな詩を、歌を、生むに至るであろうと思う。そうなってこそ、我々の祖先が、かつてそうであったごとく、こと、こうなると、死なるとを問わず、我々もまた、純愛と献身によって、一切の行動を立するようになるのだと、私は信じたい。 国民式の公用は今や政治的にも喫緊ごととされているが、百戦の名詞の愛国的訓和は、一回の地理の書の朗読にしかぬことは言うまでもなく、安国の英霊を迎うる我ら国民の史上に対し、いかなる交換の長辞も、数行の御玉を古山に迎うる詩編より荘厳にして感動的な印象を与え得ないのである。 これまでシーカに親しむことの薄かった人々のために、まず私たちはシーカを親しみやすいものにしたいと思う。朗読法の研究とその効果的な公表をシーカの午後という題目の下に企てた理由はそこにある。詩を詩として味わうために、他の芸術の助けを借りるということは、今や許されていいことである。他の芸術もまた詩の精神の中に、 一つの発展を見出すことが時代の飛躍とともに考えられることである。ここには新しい協力の姿があり、既一の道がある。偉大なる芸術は全ての感覚に支えられ、全ての実態を包括する。シーカの朗読は今日までの研究ではまだ不十分である。詩は読むために書かれず、歌はいかなる歌もほぼ同じ調子で漏えいされる。 朗読のための詩は書かれても、それは例外であろう。しかし、良い詩は朗読に耐えなければならぬというのが正しい説のようである。言い換えれば、耳で聞いてわかる詩、言葉の一つ一つの意味はすぐに通じなくても、詩人の伝えようとするものが、刻々、聴者に感じ取れる詩でなければ、良い詩とは言えないというのである。さもあろうと思う。しかし、詩の言葉そのものには、 死としての約束があり、特別な秘密がある。それを得得するまでには、少しの暇と努力がいる。私たち、その暇と努力を惜しまない人々に、できるだけのお手伝いをして、知らず知らず、死の世界に引き入れてみせようというのである。シーカの午後は、かくして、シーカを広める運動であると同時に、良いシーカを生み出す運動でもある。そしてさらに、 シーカの正しい肉声化を通じて、日本語を伸びやかにし、豊かにし、純粋にすることに役立ちうると信じている。以上のような趣旨で、シーカの午後は全国的な運動として展開されるであろう。地方時報において、この種の企てが次々と試みられることを希望する。必要に応じては、本部から適当な技術者を派遣して指導に新しめる。 朗読の見本としてレコードなども用意するつもりである。何よりも朗読者の要請に当たらねばならぬ。その計画も近く発表する。死亡者は遠慮なく係へ申し込んでほしい。